5000円で秋に旅するチャンスです。サイコロを振って出た行き先の往復乗車券を受け取るユニークな切符の販売が今日から始まりました。今日 JR 広島駅にできた長い列、人々のお目当てはサイコロを振って旅先を決める、その名もサイコロ切符です。行き先は金沢、姫路、松江、博多の4つの駅のどこか。確率は博多と松江が3分の1、姫路が9分の2、金沢が9分の1です。通常はスマートフォンの専用アプリから申し込みますが、販売初日の今日は JR 広島駅で実際にサイコロを振るイベントが開かれました。出た行き先を新幹線や特急列車で1人5000円で往復できるとあって、多くの人が挑戦しました。金沢行きの往復切符を当てた広島市の主婦、大内のり子さん。新幹線と特急列車で通常は1人3万380円のところ、サイコロ切符で5000円、なんと 83.5% の割引です。夢みたいです。主人と娘と食べ物がすごく美味しいと聞いてるので、そういったものを食べてみたい。旅先は運任せ。イベントは明日までですが、アプリからは来月22日までエントリーできます。